はい。経営大学病院のキムと申します。よろしくお願いします。専門は、開発経済、そして国際協力を専門にしております。まあ、途上国の貧困問題、経済開発、農村開発について研究をしております。今、日本では、アントレプレーシップの人材とか、データサイエンス、AI の人材が不足していると言われております。経済学部においても、このような分野におきまして、人材育成に向けて、各部改革をやってきました。私自身は、2019年度に、1年間シリコンバレーに行って、そこの、外国人労働力に対して調査、研究を行ったことがあります。その当時、世界のいろんな国から、学生とか、公務員とか、企業家の人々らが行って、この研修に参加するのを見ました。それで私も参加してみたいということで参加していたところ、この内容が非常に良かったんですね。グローバル社会を生きている皆さん、まあ、特に若い人にとっては欠かせないものが内容としてたくさん含まれておりました。例えば、ビジネスサイエンスとか、アントレプレーシップとか、イノベーション、いろんな内容が含まれておりましたので、ぜひ、ゼミ生を送ろうと思っておりました。それで、去年、ようやく、ゼミ生を派遣することができるような状況になったんですが、しかし、アメリカの物価高、それから円安、これによって、学生らを、派遣するというのがすごく厳しい状況になったということですね。そこで、経済学部の100周年ということもあって、さあ、研修費用の半額を、領水会ですね。領水会の基金で、支援しようということなんです。それで、今年は20名の学生をシリコンバレーに、送ることができたということです。今年の8月、シリコンバレーの中心にある三ノ瀬州立大学、そこにシリコンバレートレーニングセンターがあります。そこで研修を1週間終えました。研修には経済学部学生が17名、それからデータサイエンス学部の学生が2名、データサイエンス研究科の大学院生が1名、10名が参加しております。参加した学生らは最初からもう2つのグループに分かれていて、新商品を開発する、開発した商品を商品化するために資金調達をどうやってやるかという、そういうプロジェクトを作るというのが一つの仕事だったということです。そこでアントレプレーシップとか AI とかそういう関連の研究者、それからシリコンバレーで小さい企業をやって、企業を経営している CEO の方が、講師として学生らを指導していたということです。内容としては、今言った通りに、アントレプレーシップとか、ビジネスサイエンスとか、AI とか、そういう内容だったというですね。研修の最終日に、自分らが作った商品、それからサービス、これを商品化する。商品化する上で大変重要なのが資金調達というですね。この資金調達をどうやってやるかということで、自分らがプロジェクトを作ったものを、投資家の前でプレゼンテーションをするという想定で、このプロジェクトを作っております。私から見てみますと、若い皆さんがシリコンバレーで自分が考えているクリエイティブな、イノベーティブな、そういう商品を作って、それを商品化していくために、投資家の前でプレゼンテーションするということで、大きな経験になったかと思います。はい、これで、シリコンバレーのセンターでの授業、ですね。それに加えて、デザインとか、アントレプレーシップとか、ビジネスサイエンスだけではなく、そしたら実際、シリコンバレーの企業の、文化とかを理解するために、企業訪問をやっております。まず、インテルとか、
Google、Apple、Tesla とか、こういう企業を直接訪問して、これらの設立背景とか、それから成長経緯をできたということです。それから土曜日、日曜日がありましたので、この自由な時間にお話しては、参加者の皆さんが、スタンフォード大学を訪問したり、あるいはサンフランシスコで、観光をしたり、またメジャーリーグ野球なんですね、大谷美桜さんを見ることはできなかったんですが、そういう野球を観戦したり、したと思います。帰ってきて皆さんの、参加した、意見を聞いてみたとですね、多くの学生らがシリコンバレーで自分が直接、大企業を訪問したり、そして自分らが、商品化するという過程を経て、また、企業家の前で、投資を誘致するためのプレゼンテーションができたというのは、これからの大学の教育だけではなく、社会人として欠かせない、知識とか経験をすることができたということで、非常に高い評価をもらっております。多くの企業が集積している世界のビジネスの中心地で、皆さんがアントレプレーシップとかビジネスサイエンスという知識を身につけて、そして多様なバックグラウンドを持っている人々とコミュニケーションができるような、そういう力を身につけてほしいと思っております。まず私自身について少し話したいと思いますが、今から20年ぐらい前、日本の開発援助によってラオス国立大学の中に経済系学部ができました。その学部はできたものの、まだカリキュラムとか、それから教科書などは整備されてなかった時期があったんですね。そこで、日本の JICA が学部を支援するためのプロジェクトをやっておりました。私自身もその当時は神戸大学の教員の一人として、そのプロジェクトに参加しております。日本から英語の教科書、例えばマクロ経済学とかミクロ経済学とか、それをラオス大学に持って行って、海外で留学をして帰ってきている若手教員に、それをラオス語に翻訳してもらっております。翻訳したものは JICA のコピーで、30部ぐらい製本をして作った本を図書館に入れておきますと、教える教員もその教科書を使って学生を教える、また学生もその教科書を使って勉強するという感じになっておりました。それ以外にも日本の大学に若い教員を派遣するという、そういう事業もあったんですが、そういう支援もやっていました。このような背景から、私のゼミにとっては毎年ラオス大学に学生らを派遣しております。ラオスではラオス大学での学生交流、それから農村の小学校に行って農村小学校の支援活動をやっております。今年も9月に、ゼミの学生中8人がラオス大学を訪問して、交流活動をやっております。ゼミの中ではこの活動をラオスプロジェクトと呼んでおりますが、このラオスプロジェクトというのは2011年度から、活動をやっております。今年総合中3年目になります。コロナの影響ということで、2年間は中止しております。また1年は、オンラインで、実施しております。去年からラオスを訪問して、このような活動を再開しております。ラオスの現地で何をするかと言いますと、主に3つやっております。1つ目はラオス大学での学生交流なんですね。それから2点目は少数民族とか、そういうところの小学校に行って小学校の支援活動をやっております。3点目は
現地の企業を訪問したり、あるいは現地に進出している財界、セットロン、こういうところを訪問して、ラオスに対する開発援助の取り組みとか、日本政府の国際協力に関することを学んでおります。特にラオスの小学校におきましては、未だに文房具とかが不足しているのがたくさんあります。ゼミ生の皆さんが経済学校の近隣の小学校に出向いて、そこで文房具を集めたり、古着を集めたり、サッカーボールを集めたりして、それを夏にマラオスの小学校に持って行って、不足している小学生に配っております。普段のゼミでは、貧困問題とか、持続可能な開発とか、国際協力などについて勉強しますが、9月とか夏休みになりますと、現地に行って、自分で、現地の、状況を見たり、支援活動をやっております。先ほどシリコンバレーの話をしたんですが、アメリカの物価高とか、そして、円安によって、減収費用が非常に高くなったということで、今年も実施するというのが非常に難しかったんですが、領水会の皆様のご協力で、無事に実施することができました。ラオスプロジェクトにおきましては、今13年間やっているんですが、コロナ以外は今のところを通常にやっております。自分の目で途上国の貧困状況を確かめて、自ら途上国が抱えている問題を自分で発見して、その解決策を考える力を身につけてほしいということです。また、国際社会が抱えている誰一人置き去りにしないという、持続可能な開発目標を実現していくために、小さな力で、あったとしても、自分にできることは何かというのを考えてほしいということです。経済学部3回生、石井由良です。キム・ビョンキ先生のゼミに所属しています。経済学部3回生の佐藤光成です。宮西健二先生のゼミに所属しています。私が研修に参加した経緯としては2つ大きく理由がありまして、1つ目はもともと企業に興味を持っていたということです。その中でも特にソーシャルビジネスという形の企業について興味を持っていて、ビジネスを通じて社会的課題を解決することがとても魅力的に感じました。またもう一つの理由としては、大学入学時からグローバルコースでの勉学に勤めていて、そこでの英語での議論やプレゼンテーションの経験を実践的な場で活かしてみたい、挑戦してみたいと思い、このプログラムに参加しました。私がこの研修に参加したきっかけは、ゼミの先生であるキム先生からこの研修を紹介していただいたことでした。私は経済開発途上国の経済開発に関心があり、将来日本だけでなく多国籍の人と一緒に仕事をしていき、リーダーシップを発揮できる人材になりたいと思い参加しました。またシリコンバレーはイノベーションの中心であり、どのような考え方が求められているのかについて学ぶことを目的に参加しました。この研修に参加した感想としては、とても充実した、研修になったなっていうのを本当に強く思ってます。実際のシリコンバレーの地に赴いて、本当にその雰囲気にどっぷり浸かることができました。また、ビジネスプランを考えるっていう段階もあったんですが、本当に自分たちで一から最初から最後まで企画を立てるとこからどうやって資金を調達するとこまで本当に真剣に考えて、すごい夢中になれた2週間だったなと思います。そうですね、2週間いろんな講師の方に来ていただいて授業していただいて、
また授業だけじゃなくて質問会とか企業訪問もあって、とても充実してましたね。一番良かった研修はビジネスプランの作成をグループでしたことです。そうですね、僕も同じでビジネスコンテスト最終日に行われたものに向けてビジネスプランをグループで考える経験がとても印象的だったなと思います。ただやっぱりその分一番苦労した研修でもあって、僕はリーダーとしてグループをまとめていたんですけども、ビジネスプランが考えても頓挫してしまうことが多かったり、最終的な自分たちの発表するビジネスプランを思いついたのはその発表する2日前で、本当にギリギリだったんですけど、グループのみんなと自分たちが納得いくものを最後に出せることができて、本当にそれは楽しい経験でもありました。私たちのグループも、ビジネスプランの立案の時にとても苦労しました。先生から教えていただいた、ビジネスプランを作成する時の5つの条件を、全部達成するのが難しくて、私たちの班が特に悩んだのが、実現可能であることと利益を出すことで、実現可能な部分に関しては日本の法律で禁止されていたりだとか、利益では、利益は入るんだけれども、それが成長していくかと言われると、そうではなかったりなど、いろいろと考慮するところがあって大変でした。研修を通じて得られたものとしては、授業の中で学んだ起業家のアントレプレナーシップ精神だったり、その他にはグループワークを通じて積極性や自分の考えに対する客観視などを得ることができたなと思います。はい、積極性っていう部分は僕もすごい今回の研修で身につけたなと思っていて、この講義以外の時間でも先生をこう見つけて捕まえて、もう気になる部分を質問したり、自分の考えを先生に聞いてもらってそのフィードバックを受けたりなど、すごい日本にいたらそうはできなかっただろうなっていう積極性は得られたと思います。もう一つ僕が特に得られて大きかったなって思うのが、やっぱりビジネスを一から自分たちで考えてそれを実現していく流れを経験できたっていうのはすごい大きな経験だったなと思います。それまで意識してきなかった、法律の部分であったりとか、その資金調達をどうやって自分たちはしていくのか、なんでその資金調達を選ぶのかなど、簡単ではあるんですけども、そういう経験を自分たちの手で一からできたっていうのはすごい良かったかなと思います。そうですね、今回やったようなグループワークは私も今までやったことがなく、自分の知識の不足だったり、ビジネスプランを作成する上では、どうやって利益を出すか以外にも、会計だったり細かな知識が必要ということが分かりました。それが僕はとても自分の課題点だとも感じていて、なんとなく起業したい、社会に貢献したいっていう思いがあったんですが、それにはやっぱりさまざまな分野の知識が必要であったりとか、もちろん自分一人ではできないので、そのグループとしてやっていく力であったり、それをまとめていく力も必要になるんだなっていうのをすごい本当に実感しました。私も得たものと一緒になってしまうのですが、課題として積極性や、自分の考えの客観視が挙げられるなと感じました。積極性に関しては、先ほど佐藤君が言っていたように、先生から、積極的に来てほしいという声を何度もいただいて、自分から行かないと何も得ることはできないということを痛感しました。僕たちがのグループが考えたビジネスプランとしては、旅先でレストランではなくて個人のうちで料理を楽しむというものを考えました。現地の料理を食べたい旅行客と、普段は家族などにしか、料理を提供しない個人宅をマッチングさせることによって、両方にメリットがあるプランを考えて、そこのサービスの面白さであったりとか実現可能性あったりを評価していただいて、僕たちはそのプランでグランドプライズという金賞を取ることができました。 This is we are looking for 12 months financing to reach
1,000 transactions on Akama in our first year. 私たちのグループは日本の高齢者の移動手段について注目してビジネスプランを作成しました。公共交通手段の不十分な地方に住んでいる高齢者の方たちは自家用車以外の移動手段が限られてきてしまいます。そこで高齢者の方たちが簡単に配車を頼めるようなアプリの作成を行いました。しかし先ほども述べたように法律面での問題だったり利益をどうやって出すかという問題が出てきました。そこで私たちは、位置情報の共有だったり、健康管理のサービスをつけることで利益の面をカバーしようとしました。私たちは今回社会問題について解決しようと取り組んだわけなのですが、やはり利益を出さなければ、社会問題の解決にはつながらないということを感じました。先生からも指摘してもらったのですが、利益が出なければその社会問題を持続的に解決していくことはできないし、お互いがウィンウィンの関係でなければ根本的な解決はできないということを身をもって感じました。 We set a monthly flat rate system so we can expect a stable income. その社会的課題を解決するために利益を出すことの重要性は僕も本当に感じました。ただまたそれとは別なんですけども、社会的課題を解決するためのそのビジネスチャンスっていうのは本当にいくらでも眠っているのだなっていうことを感じました。人々がまだそれを問題と気づいてない問題を自分たちが探し当てて、それを解決できるビジネスプランを作成することによって利益を出しながらも社会に貢献できることができ、すごい企業の魅力についてまた深く知ることができました。今回のシリコンバレー研修は一から自分たちでビジネスプランを作ったりなどとても大変なものではあったんですが、その分やりがいも大変ありました。実際のシリコンバレーで実務経験をされている方のお話を現地で聞いたりですとか、夜中まで集まって自分たちのビジネスプランについて考えるっていう経験はもうここでしかできないものだったんだなと今振り返って思います。必ずいい経験になると思いますので、ぜひ興味がある方は挑戦してみるといいと思います。今回のシリコンバレー研修は私にとって初めての海外でした。英語面や授業についていけるかなどで不安がありましたが、挑戦してみることでシリコンバレー研修に行くまで努力をすることができたり、行ってからも全力を出すことができたなと思います。挑戦してみることでまた見えてくるものも違うと思うので、皆さんもシリコンバレーなどの研修、また他の研修なども機会がありましたら挑戦してみてください。